サントリーローヤル。やっぱローヤルの CM はいつ見てもええわ。イタズバチャンネルイタルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回は久しぶりにゴールドボトルにスポットを当てていきたいと思います。こちらサントリーローヤルスリムボトルでございます。1990年代に発売されたローヤルということで、ローヤルといえばこちらの方がレギュラーボトルで馴染みがあると思うんですけど、現行品のローヤルなんですけど、今も現行品もこのレギュラーのボトルとこのスリムボトル2種類発売をされてます。現行品のスリムも中身は一緒でございます。で今回は1990年代に発売されたローヤルのスリムボトルということで、冒頭にCM を YouTube で見てたんですけど、ローヤルのこのスリムボトルの CM といえば、ピーター・フォークさんがバーテンダーに扮してさまざまなパターンの CM があるんですけど、ピーター・フォークさんといえばケジ・コロンボで有名な俳優さんなんですけど、うちのウイスキーアドバイザーがCM が大好きだということで、そうやな、CM のピーター・フォークさんが全てのバーテンダーの目指すべきところやと思う。俺の中で理想のバーテンダーってあれやねん、CM のピーター・フォークさんやねん。ご覧になられた方ご存知だと思います。もしご覧になられてなかったら概要欄に貼ってますので、よかったらご覧ください。まあ、いろんなシチュエーションがあるんですけど、どれもバーでピーター・フォークさんを扮するバーテンダーがお客様とのやり取りなんですけど、私も一つ印象に残ってるパターンがあるんですけど、会社員3人が仕事のことですごく揉めてる、揉めながら飲んでる状態で、そこにピーター・フォークさんが前に現れて、このローヤルを水割りで3人の前にポンポンポンと置いて、あちらの方からですっていう一言を言うんですね。3人が振り返るとその方向には女性の肖像画がかけられてたということで、その場が収まったというですね、こんなバーテンダーがいたら素敵だなみたいな理想のバーテンダー像を描いた CM なんですけど、まあそんな CM がいろんなパターンで放映をされて、私はリアルタイムで見てます。1990年代なので私がちょうど働き始めた頃ですね。今回はこちらの方テイスティングして皆様にご紹介をしていきたいと思います。ご覧のようにおしゃれだと思います。4つ角が全部削られててシャープな感じのボトルでございまして、キャップの方はコルクかと思いきやスクリューキャップになっております。ローヤルのオールドボトル探してる人はスクリューキャップ狙ってほしいね。安定してるもんな、外れへん。こちらのボトルはこれコルクなので、やっぱりオールドボトルは当たり外れがありまして、特に初期のローヤルってコルクの痩せがすごくて、ちゃんと抜けるかな。今これオールドのやつと切り替えたんね、この現行のローヤル。あ、スポスポやな。そのこの形状あかんねん。これはスポスポや。結構痩せよくなこれな、だからあんま良くないよな。結構ハズレ多くてスリムはその心配ないから、これは絶対大丈夫。ローヤルのオールドボトル初めて買いますよというと、結構スリムおすすめかなと、っていうことでございます。飲んでいきたいと思います。あー、おシェリー、これはもうこの香り嗅いだ山崎やな。これ昔のサントリーの香りやわ、ええわ。やっぱ比率的にはこれ山崎の多いよな。もう山崎感バリバリ、山崎のシェリーだよね。ノンエイジなんですけど、もうノンエイジとは思えへんな、これ。この熟成感甘い、めちゃめちゃ甘いです。現行と比較したらあかんねんけど、もうやはり全然違うな。甘くてフローラル感もあるし、エレガントという感じですね。美味しい。先ほどご紹介をした CM では水割りで、どのパターンも水割りやったので、ちょっと水割りで飲んでみたいと思います。あ、うまい。せやろな、これ水割りに特化されてると思う。うまい。水割りめっちゃうまいね。久しぶりに水割り飲んだけど、これ水割り抜群よ。このレベルで美味しい水割り久しぶり飲んだなと思ってて、 SR 表記、まあこれ特急やけどさ、この SR も実は水割りが半端なく美味しいね。昔のこの時代のものってやっぱり水割りをかなり意識してるからな。特にローヤルはそうやなと思う。 SR に関しては以前の動画でもご紹介をさせていただいておりますので、概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。ローヤル対決ということで、さまざまなローヤルをですねご紹介をさせていただいております。いや、でもやっぱりこの水割りという日本独特のこの飲み方に合わせたというか意識をした。そんなに濃く作ってへんのにさ、
ウイスキーの味がすごい、ものすごいウイスキーの味する、激めに残るやんか、うん、完全そこを意識した上で味わいの設計がされてんねんな。一気に飲んでしまったわ。1990年代のローヤル、まあこの辺りから以前のものはもう水割りどれ飲んでもローヤル美味しいよな、うん、まあ、あんだけあの CM で水割りの飲み方、あれロック1回も出しておらへんやん。で逆にこの普通の鳥型のボトルは水割りはしてへんから、ロックやね、うん、そうそう、これの CM はロックで飲んだはるわ。あのマーラーの CM はあれやん。そう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 、ロックやで、こっちは水割り1本でいってはるからな、うん、どのパターンで。男はグラスの中に自分だけの小説を書くことができるっていう CM もロックやん、あれ。ロック、うん、そう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 、熟成感で言うたら SR のが若干あるか。でも不思議と水割りでグッって出てくるねん。味を濃くしてるというか、うん、水で薄めてもちゃんとこのローヤルの味がするから。ただ今の基準で言うとこのストレートもまた抜群にうまいから、うまいうまいうまい。これの後もまた違うやん。スリム系っていろんなバージョンがあるよな。今のはちょっと丸みを帯びてるし、うん、でこれとその今のの間はまた違うやん。この間のものがうちあるんですけど、取ってきますね。こちら、これがロイヤル12年のスリムボトルのこれの後の形で、これ実は視聴者さんからいただいたボトルなんですけども、同じ四角で角を取ってあるんですけど、微妙に角の取り方が違いまして、上から取らせていただくとこんな感じで、キャップの方も見ていただくと全然違いまして、これもスクリューになってますので、安心のスクリューキャップでございます。よっぽどの保管状態じゃなかったら劣化せえへんよこれは。以前にもご紹介させていただいたこのロイヤル12年のこれの、まあこういう順番やな。もうな、ロイヤル並べ出したらもう大変なことになるの、うちロイヤルたくさんあるから。今ダマダ増やしますよ。まあこんな感じでね、今日はこちらにスポットを当ててますので、この辺りのものはちょっと割愛をさせていただきます。ロックで飲んでみたいと思います。ロックでもうまいわ。うまい、もううまい。やっぱりロック水割りが主流の時代やんか、うん、うまい。ストレートあんま飲まれてへん、うん、そうや、水割り用で設計されてるみたいな話をしたんですけど、いやでもロックもうまい。ロックも考えてやろな、これは。ロック水割り冷やされること前提で作られてる感じ、その結果ストレートも美味しくはなってる。ウイスキー感っていうのがなんかある程度道に迷った時に一回俺ローヤルに変える癖がある、ね、これさ、英語のウイスキーじゃなくてカタカナでウイスキーやね。これは若干25歳のウイスキーアドバイザーがそんなことを言っておりますこれはでも俺マジで思ってんね、日本のウイスキー飲んでるなという味わいですね、うん、この辺りのボトルは今入手することそんなに難しくないので、さまざまなところで検索いただければ手に入るかなと思います。特に年数表記ないと楽、うん、せやせや、価格的にも結構リーズナブルに手に入るかなというふうに思います。でその上でこのコルクキャップはマジでハズレが多いから、オールドボトル、スリムボトルはもうめちゃくちゃ先ほども言いましたけどおすすめかな。何年も横向けで置いてへん限り大丈夫じゃない。大丈夫やね、これだと大丈夫なのは、うん、というわけで今回は、ローヤルの、1990年代の、スリムボトルのご紹介をさせていただきました、これが参考になったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。あー、でも水割り美味しい、カッパエビセンの東京天ぷら味っていうのが出たので買ってきました。これちょっといただきながら水割りをいってみたいと思うんですけど、東京の天ぷらやなこれ。ごま油で揚げるのが特徴の江戸前天ぷらの味わい風味を豊かに再現しましたということで、これ47都道府県のシリーズでどんどん出していかれるみたいで、たまたまスーパーにあったので買ってきました。水割り合うよ、ごま油のこの感じと水割り。なんやったらご飯にかけて食べたら美味しいかもしれん。江戸前天丼みたいなんで、ちょっとかなりチープですけどね。チープすぎるわ。チープすぎる。ジャパニーズウイスキーをありがたがる人こそローヤル飲むべきである。そやな、ウイスキーファンの方ならぜひローヤルのオールドボトルぜひ味わってみてください。というわけでおしまい。